強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がありますので、今後の地震活動に注意してください。地震発生後1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意してください。特に地震発生後2から3日程度は強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります。地震が起きたのは午前10時29分ごろ。震度5弱が長野市新州新町、長野市中条、それに長野県大町市と小川村でした。また震度4の揺れを長野市箱清水や長野県小谷村などで観測しました。震度5弱の揺れを観測した長野市新州新町にある市役所の支所によりますと、新州新町小江堂の山空地区の市道で乗り面の土砂が一部崩れたということです。人や車が巻き込まれたという情報はないということです。震度5弱の揺れを観測した地域を管轄する警察と消防によりますと、これまでのところ地震によるけが人の情報は入っていないということです。警察と消防は引き続き情報収集を進めています。今月、新潟県阿賀野市の五頭連峰に登山に